山田養蜂場の蜂蜜舐めてません。今回の舐めていないさんは前回に引き続き品質保証部部長陰陽師さんと品質保証部品質管理室チーフ飯綱さんです。よろしくお願いします。今回のテーマはこちら、続山田養蜂場官能検査の実態。山田養蜂場には1年でおよそ2000個の蜂蜜のサンプルが届くんですが、それを全て舐めて味や香りの合格不合格を判定しています。その舐める検査を官能検査って言うんだけど、たった3人だけで担当しているから1日100個の蜂蜜を舐める人もいるんだよ。陰陽師さんの舐める姿様々な角度から撮られてる。でも思ったんだけどさ、官能検査してるのは全部で3人で、陰陽師さんともう2人いるんだよね、はい、そう、うん、ね、なんでその人たちは来ないの？ちょっと人見知りで。そんな理由？多分来ても一言も喋れないですし。そうなんだ。で、その官能検査スタッフになるために3年くらい訓練を積むんだよね。そうです。では官能検査のプロになるために新人さんたちがどんな訓練を積むのか、紙芝居でどうぞ。新しく品質保証部に入ってきたほやほやのひよこ社員は、ひよこちゃんかわいい。実際の検査を行っている社員、つまり蜂蜜の味がわかるプロフェッショナルと同じ蜂蜜を舐めます。後ろにいるのがプロフェッショナルの方ね。パチパチに人見知りしてる。そしてちょっとドロッとしすぎてる気がしますとか、甘みが足りない気がしますとか、味についてコメントします。頑張ってるねひよこちゃん。するとプロが、違う、甘みが十分だ、足りないのはアカシアの香りだろと熱血指導を行います。すごいね、メガネも割れちゃってるし。それそれだけど味のことになるとめっちゃ熱くなるんだね、さすがプロ。確かにそうですね、確かにそうですね、うん、そんな指導を重ねると徐々に訓練生の意見がプロの意見と揃うようになります。そしておよそ3年をかけて立派に独り立ちしていくんだよ。しっかりニワトリになったね。本当だ、ニワトリになってる。プロ感動してないね。こうして訓練を積むことで蜂蜜それぞれの花の香りまで判別できるようになるんだよ。やっぱり香りを見分けるのは難しい？揃ったね。訓練したら分かるようになる？私は実際ルーマニアに行って巣から直接食べて、そこから あこれだっていうのが感じれるようになりました。へー、訓練関係ねー。舐めてません。やっぱり巣から直接舐めると違う？違いますね。それまではなんとなくだったんですけど、うんうん、やっぱり現地に行って実際食べたら、あ、これがアカシアかっていうのがすごく分かりました。へー、花ごとの違いとかすぐ分かる？分かります。私は飲み込むときに分かる感じです。後から香りとか味が上がってくる感じで、ただその官能検査メンバーは香りだけで判別できる超人がいます。嗅ぐだけってこと？そうです、香りだけでひとまずある程度選別できます。じゃあさ、陰陽師さんはどうなの？僕もやっぱり口に含んで、うん、広げて、まあ、飲み込んでみないと分からないです。食べてしまうのが本当に大変なんで、さっきのプロの人は口に含んでその後吐き出すようにしたりしてます。人見知りの人。そう。今も訓練してる新人ちゃんいるの？はい、教えてるんですけど、一人前になるまでどれくらいかかるか全然まだ見えないですね。へー、ちなみに一応聞くけど、ヒューコー検査しないよね？人間ですよ。人間にもならない？うん。じゃあ OK。 ではここでルーマニア産アカシアハチミツの合格したサンプルと不合格のサンプルをコンちゃんに舐めてもらって、どちらが合格したか当ててもらいます。超難しい、難しい線をついたな。いや絶対大丈夫、こないだも当てたじゃん、簡単簡単。じゃあ1個目舐めるね。どうぞ。お花のいい香りがすごいする。これはなんか塊口に入ったんだけどね、これね、スプーンのビニール口に入ってた。何も入れた覚えないんだけど、まさかの異物ですね。じゃあ2個目舐めます。あ、全然違うわ。さっきのやつの方が花の香りが強かった気がする。つまりどっちも美味しいんだけど、合格した味蜜は1個目。こんちゃん残念、不正解。嘘。
難しいですこれは、うん、本当に両方とも花の香りはしてたんですけど、アカシアの花の香りとまた全然違う花の味がするっていう、なんで、違う花なんだ。そうなんです。なんでアカシアの香り風味が分かってないとなかなか難しい問題だなって確かに風味は ね、 ね、全然違う。だけど本物も1回くらいしか舐めたことないから、意地悪です。大海おじさんの意地悪です。すみません。確かに花の匂いが強かったのは不合格の方だって私も思いました。え、だよね。で、あれはでも違う花の匂いなんでさ、違うのが混ざりすぎてるんでアカシアとしてはダメっていう感じ。もう弾きます、ダメですよって。結構厳しいね。あれがアカシアとして送られてくるんで、うん、食べないとやっぱりわからないんで。それはさ、そうそう、蜜蜂が違うお花からも蜜を取ってきて、そうそうそう、それが混ざっちゃってるっていうこと。そうなんです、そうなんです。そういうことか。アカシアの味はどう表現したらいいのかな。本当アカシアの花をどっかに見つけて嗅いでほしいんですけど、それと同じ香りがします。匂いはコーンみたいな風味がしたんだけど合ってる？コーン。ちょっと薄くなっちゃってんじゃん。豆っぽいというかさ、穀物っぽい香り。あー、でもありますあります。パンっぽいというか香ばっぽい味がちょっとしてますね。そう、パンとか、うん、あ、そういう味。そう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 。コーンちゃん意外と才能ありそうじゃない？外したけど。ちなみに、なんか面白い味の蜂蜜とかあったりする？ローズマリーとか、ね、ローズマリーとかの蜂蜜、ね、あんこみたいな味が、うん、あんこ？どういうこと？本当あんこの味するんですよ。全然イメージと違うんだけど、ローズマリーそう、あれは本当ね、花のイメージと全然違うよね。なんかさ、今手元に大量に蜂蜜が来たんだけど舐めてみるってすごい差し出されたもん。蜂蜜ももらったから舐めてみるね。あんこの味するかな、するかな、どうかな、わかるかな。いただきます。あ、あ、あんこ。なんで、あの豆の皮の風味とさ。そう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 です、そうです、そうです。あんこです。ローズマリーからこの味ができるの？不思議な感じです。不思議。あんこ出るって言って目つぶって食べさせたらあんこずと思いそう。まあさすがに言い過ぎたかもそれは。そう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 ね。蜂蜜って種類によってこんなに味が違うんだね。面白いし美味しい。ありがとうございます。皆さんもいろんな蜂蜜を食べ比べてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。